はい、こんにちはというわけでね。ああー、勝つか。<laughs> 素晴らしいです。えー、声のけのうらずチャンネル今日も始めていきたいと思います。いやー、今日もうなんか、試合の内容とかそんなことについては話さないかもしれないというぐらい、やっぱもうこれがカップ戦の醍醐味というか、なんかレッツはカップ戦でフロンターレに対して強いですね、本当に。負けてないじゃないですか、カップ戦では全然。 しかも逆、まあ逆転というね、毎回ね。<laughs> いやー、ちょっともう言葉になんないですね。普通に泣きそうだし。いやもう散々、ここ最近のレッツの試合に関しては、ちょっとワクワクしないだろなんだら言って、本当すいませんでした。いや本当にね、ワクワクしたし、本当に素晴らしい。もう本当に素晴らしいです。もう <laughs>、あのー、何度でも見れるなと。あの、最後の牧野のゴールシーン。 あのー、まあ、あのー、本当にこう試合を振り返るとですね、あのーまあ、1戦目も2戦目もそうですけれども、とにかくフロンターレに対してね、攻撃面とかで全然負けてなかったなと、むしろ今日に関しては特に支配してたな、ゲームをと思いますし、えー、守備もね、あの、 あのフロンターレの,あの強い攻撃陣に対して、まあ、セットプレーでは捉らえましたけども、えー、そこ以外のところ流れの中ではね結構ちゃんと守れてたし、えー、まあそういうところであの攻撃面でも守備面でもねしっかりとレッツがフロンターレに対してやり合えてたっていうところがね今日の勝ちに繋がったんじゃないのかなと思いました。あのー、何よりも交代選手がねなんか <laughs> みんな勢揃いで結果出したのが良かったですね。まずはあのー 1>, 1点目ですか。あの、1点目というか、レッツの今日の試合の、えー、2点目ですよね。あの、ユンカーに当たって西か、西のクロスからジェジエウとチョンソンリョンがこう、スクランブルして、え、ー ユンンカーーーがにたたってゴールしたあのシーンですよね1点差までに追い詰めたあのシーンですね、まあ、まず西が素晴らしいトラップもうトラップも西らしいし、えー、クロスも非常にもうザ・西というね久しぶりに出てきたかと思えば突然結果を出す西いや面白いですね本当に、ね、面白い存在だなと思いますけど、えー、本当に西の,あの、まあ、本当にリカさんの本当交代のタイミングも本当素晴らしいなと思いましたし、えー、その西が結果を出し、まあ、ユンカーが点 を決め、えー、という交代選手がまず1点取ってそしてその後にね達也があの裏に抜け出してそしてしっかりと最後まで上り里とやり合ってなんとかコーナーを得てそしてそのコーナーの流れからね、えー、まあ、最後もう座イも上がってきてましたけども全員上がってきてショルツのクロスからまた、えー、ユンカがヘディングをしてそれを弾いたところをねまさかの牧野というねあの <laughs> ちょっともう牧野は今後ああいう使い方でいいんじゃないかって思うぐらいね本当にピンポイントでね あのー、もう野球の代打みたいなピンチヒッターみたいなもう役割を担えるぐらいねあそこであのー、ゴール前ユンカがヘディングした時にキーパーの前に詰めてるっていうのは本当フォワードじゃないとできない牧野じゃないとできないホントゴールへの嗅覚ホント素晴らしいものがあったなと思いますしあれはしっかりと、えー、<coughs> そういうあのー、まあ 本当に奇跡に近いものがありますけども、もそういうね、あの牧野の、えー、あそこにしっかりと走り込んでたっていう良さがありますし、その前、達也がしっかりと粘ってコーナーキックを得た、その流れからっていうところ、えー、があったので、本当そこもね、達也も交代選手ですし、牧野もですし、えー、ユンカーもですし、本当に交代選手が、あのー、しっかりと結果を出して、えー、しっかりとね、あのこ,のもうこんなに分かりやすく交代選手が結果を出す試合ってなかなかないと思いますし、 えー、本当に素晴らしかったなと思いますね。あの素晴らしかったです。とにかく、本当にもう、あの今日は本当に、えー、もうそれしかない、本当に素晴らしい、あのー、もうカップ戦なんでね、本当に勝ったら OK っていうような感じなので。 えー、勝てば、OK、もう本当に勝ってたことが何よりも一番だと思いますしそしてねあのただドン引きで勝ったわけではなくてしっかりと圧倒してねあの圧倒というかしこちらも支配をしてゲームを、えー、そしてねしっかりと勝ったっていうところがね自信にもつながると思いますしまああとはあのフロンターレぐらい結構前に出てきてくれる相手だったらああいうサッカーやっぱレッツもできると思いますけれども。 他のね、あの、引いてくるチーム、この前の湘南戦もそうですけど、引いて守ってくるチームに対して、名古屋とかもそうですけども、まあ結構 J リーグの,あのチームでそういうチームも何チームもあるのでえ、そういうチームに対してどうやってね、いかにね、あの、今日みたいなフロンターレ相手にやったぐらいの、えっと、攻撃ができるかっていうところで、えっと、ちょっとね、あの、今後もそれを、その、他のチームとの対戦にもね、今日の 価値をねすごい自信になったと思うので生、えー、か,かしてくれてそして、えー、いい攻撃が見れたら本当にいいなと思いますシナリオよりも今日ねあのプラス要素,要素としてあのセットプレーでしっかりと点が取れるんだっていうところもねまた進化として見れたのでこうしてね、あのー、今後の,しの試合にもつながる流れからだけではなくねフロンターレも本当に結局、あのー、やばい時 セットプレーで勝ってきたりしてますから、今日もですけど、あの点取ってきたりするので、やっぱその強いチームっていうのは流れだけではなくてね、しっかりと得たコーナーキック、セットプレーからああいうあの点を取るっていうところもねしっかりと決めてくるので、決めれるの強いところはそういうところも決めるので、えー、まあ、そういうのも決めれたっていうところもでかいですし、まあ今後の本当、明るい材料が非常にたくさん見えたんじゃないかなと、本当にレッツこれからあの強くなっていくんじゃないかなっていうところがね、まあ、今日の本当、 今日もですし第一戦目のフロンターレ相手にやったサッカーっていうところをねあのまあ対戦相手の兼ね合いもありますけれどもまあ本当に結局あの自分たちがいかに主導権を握れるかというところだと思いますのでえ今日ぐらいやっぱ握ってもらってえやってほしいなとえそういうね期待が持てる非常に楽しい楽しいサッカーとしてもあのレッツのサッカーだけでなくフロンターレ を見たたもやっぱりいいいサッカーするなと思いましたし、えーまあ、本当に試合としてね見ててめちゃくちゃ面白い試合でしたし、えー、本当どちらのチームにも感謝だなというところで、えーまあ、ちょっと本当にあのフロンターレに立て続けにセットプレー取とられたときはさすがに負けたなと思いましたけど後半40分の時点で、えー、まあ、選手は諦めてなかったですね。うん いやー本当に今日はちょっともうそれが言うことがないですね。本当にその攻めの部分。まあ、平野も今日本当聞いてましたし、えー、平野のね、あのー、もう一個いいところが見えたのは、その守備の時に読,読みでね、しっかりと読んで、えー、攻撃あの相手の守備、攻撃を積み取るっていうところもね、一個見れたので、非常にここに試合で平野の、ね、良さっていうのがフロンターレ相手に、えー、出てきてるので、えー、すごくそういう、あのー、中盤での えー、良さ、中盤の選手の分厚さっていうのも出てきましたし、まあ本当に相変わらずその小泉のもう代 <laughs> 名詞となっているくるくるターンですか、あの反対サイドに簡単に向いてしまうようなあのプレイ。 非常に今日も効いていましたし、えー、狭いエリアでもな、ね、んとか失わずに小泉が繋いでくれたからこの勝ちがあったと思いますし、えー、秋元が最後までしっかりと走ってくれたからこの勝ちがあったと思いますし、諸ョ岩波が最後までしっかりと跳ね返してくれたからこの勝ちがあったと思いますし、宇賀神が、あのー、厳しくね、ファウルをしてでも止めてくれたから、サイドの選手を、えー、勝ちを得れたこともだと思いますし、柴田がね、あのー、しっかりとアプローチを、えー、それこそ宇賀神と一緒で、あのー、あのー 最後のところ体張ってできていたから、えー、厳しくいけていたから勝てたこと、まあ、とにかく全選手、出てた全選手ですね。あのー、関根も相変わらず積極的にね、ここ最近好調だなと見受けられますし、そういう良さが出ていましたし、ゆるきもね、あの、仕掛けて何回か抜いてたとこもありましたし、えぇ、ー、良さがも本当ナイスコールですし、えー、そういうね、それぞれの選手、本当にそれぞれが、あの、しっかりと、特に今日の試合はですね、あの、 え解説の清水さんが言ってましたけども、フジテレビ2の解説の。えまあ本当にどちらのチームもとにかくミスがないなと。もう最後の方は本当にミスった方が失点するなっていう、その緊張感がめちゃくちゃあって、あんなにミスった方がやばいかもこれっていう緊張感をね、J リーグの試合で見たのは本当に僕的にも久しぶりで、マジで面白い試合でしたね。本当にどっちも質の高いトラップ、パス、そしてランニング、シュート、クロス、本当に素晴らしい試合だったなと思います。はい そういう意味でもね、あの、それに勝てて次に進めたというところ、本当に素晴らしいと思いますし、えー、そんな、レッツのいいところを引き出してくれたフロンターレにも本当に感謝ですし、えー、両チームを本当に叩いたいと思います。お疲れ様でございました、最後までね。はい。 で、ちょっとまあ本当どうでもいいところですけど、牧野最後、ゴール決めたときは、あの、ユニフォーム脱げなかったんですかねそれとも、あの、脱ごうとしてで脱がなかったんですけど、脱げなかったのか冷静になってやばい。これでイエローカール出たら次の試合出れないみたいな感じで脱がなかったのか、わかんないですけれども。まああの、とにかくね、あの、本当に素晴らしい、素晴らしい試合でした。 はいまあ、そんなわけでベスト4に進みましたし、まあ、今次は、ね、あの11日ということでちょっと、ね、間が空くので、えー、まあしっかりと休んでもらってリカバリーをしてもらって今日のいいイメージを持ちながら、ねあのー、できれば、えー、フロンタルにやったような試合をまた見せてもらえたらなという,ふうに思いました。 はい、そんなわけで、えー、本当に今日は興奮するだ、もう最高な試合でしたね。完璧な試合でしたし、最高な試合でした。本当にレッズの選手の皆さん、お疲れ様でございました。えー、そしてね、あのー、チームのスタッフの皆さん、そしてね、えー、テレビで見た皆さん、えー、本当にお疲れ様でございました、えー。本当に素晴らしい勝利だったなと思います。えー、皆さんの、ね、意見もぜひぜひコメント欄とかで聞かせてください。であのー こんな感じで僕は試合後にあの感想をペアーって喋ってるチャンネルやってますのでよかったらぜひぜひですね一緒に声の系統をレッツをおしたいなと思ってくれたらいいねとチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです、えー、そしてね今日も試合中にやっていたんですけれども公式 LINE であのみんなで今のプレイ良かったねとか今日なんか特に LINE 多分激しかったっすよみんなのなんかもう点を入れられたり入れたりでもうあれだったんで、えー、そんな感じでね非常に楽しい LINE になってますのでよかったら概要欄から公式 LINE チェックしてみてくださいというわけで今日も最後までありがとうございました次回も楽しみにしておきましょう v r レッツバイバーイ